ノボトゥルー。ノボトゥルーは、アメリカ合衆国で生まれ、日本で調教を受けていた元競争馬である。2008年春から2015年までは、種ボ馬として、つなぎをされていた。2001年のフェブラリーステークスに勝ち、12歳まで、競争馬として、現役を務めた。主戦騎手は、竹豊、オリビエ・ペリエなど、担当調教助手は、牧浦光則、現長を教師。 以下、バレエは新年齢表記で統一する。1998年10月、岡部幸夫安城に、東京競馬場、芝1600メートルの新馬戦でデビューし、結果は4着であった。2戦目も芝のレースを選択したが、ここでも敗れ、3戦目のダート1600メートル戦で、初勝利を飾った。続く、中京競馬場、 ダート1600メートルのモミの気象でも2着に検討し、以後はダート路線を進むこととなる。この年は1月5日の500万下で指導し、一番人気に支持されたが5着に敗れた。以降、3月21日、4月4日、4月25日と勝ち切れず、5月15日に未勝利脱出から6戦目にして、ようやく500万下条件戦に勝利し、 続く6月13日の勝負ステークスでは、オープンレース初出走ながら1番人気に支持されたが、8番人気の爆心ヒーローから1.2秒差の10着に敗れた。夏は休養にあて、休み明けには、初重賞であるユニコーンステークスに900万下飲みながら、挑戦したが、勝ったゴールドティアラから1.3秒差の10着に敗れた。 その後しばらくの間は900万下で勝ちきれないレースが続くことになる。2000年は条件戦ばかりを11戦して3月26日と高級後の10月14日に900万下を一勝ずつしたのみに終わった。12月には自身3度目となる芝のレースにも出走しているが勝った玉も響きから1.5秒差の発着に敗れている。この年の暮れには 有限会社千葉田の旧社長の横領疑惑などで場所の名義変更が行われて森秀幸旧社に天馬屋を余儀なくされたことが競争生活そのものよりも大きく取り上げられた1月14日年明け初戦となるジャニュアリーステークスに勝利してオープンクラスに昇格すると1月29日にはオリビエペリエを安城に迎えてネギス,ステークスに出走しコースレコードで サンフォードシチー、ブロードアピール、ゴールドティアララを下して、重勝初勝利を飾った。続けて、G1 競争である2月18日の、フェブラディーステークスにも出走した。レースには、前年度の上位1から3着馬である、ウィングアロー、ゴールドティアラ、ファストフレンドに加えて、トゥザビクトリーや、イーグルカフェラーも出走していたが、GI 競争初出走ながら5番人気に支持され、2着。 ウィングアローに1.1、4馬審査をつけて、初めての G1 勝利を挙げた。自走は、ドバイミーティングモドルフィンマイルに海外遠征したが9着であった。帰国後は、柏記念で2着、マイルチャンピオンシップ南部杯で、アグネスデジタル東方エンペラーに続く3着、JBC クラシックで、レギュラーメンバーの4着、ジャパンカップダートで、黒船の4着と、 堅実な成績を残したが、年末の東京大賞店では9着と掲示板を外している。この年は、自身最多となる年5回の GE1 級競争に出走している。この年は、前年にも制したネギシステークスから始動し、結果は2着であった。自走のフェブラリーステークスでは、ドバイワールドカップ2着のトゥザビクトリーや、 南関東三冠馬の東進ブリザーラを抑えて2番人気に支持され、勝ったアグネスデジタルから0.3秒差の3着で入選した。その後、黒船賞で7着、柏記念で3着して休養に入った。秋には安城に初めて竹豊を迎え、初めのうちは日本テレビ杯十1着、マイルチャンピオンシップ南部杯4着と振るわなかったが、 徐々に手が合ってきたこともあってか JBC スプリントでは、スターリン・ローズから首差2着の活躍を見せ、12月には後、と、ギマロニエカップに勝利、続く、兵庫ゴールドトロフィーでも勝利を収め、重勝に連勝で1年を終えた。この年も、ネギステークスから指導し、結果は4着であった。続けて、フェブラリーステークスにも出走し、結果は6着であった。 その後は、黒船賞2着、群馬記念4着、柏記念3着、と重賞の常連として堅実な走りを示し、9月には、先玉杯を制覇して、重賞5勝目をマークした。しかし、続く、JBC スプリントでは6着、ジャパンカップダートでは14着と、G1 競争では、結果を出すことができなかった。年末には、連覇を狙って、兵庫ゴールドトロフィに出走し、 勝った、スターリングローズに0.1秒届かずの2着であった。この年も、ネギス,ステークスからスタートし、結果は3着であった。続く、フェブラリーステークスでは5番人気に支持されたが9着に、敗れ、2004年中で、唯一の掲示板を外す結果となった。その後は、黒船賞2着、柿椿記念2着、柏記念3着。 北海道スプリントカップ2着、クラスターカップ3着、先玉杯3着、東京サカズキ5着と G2G3 で堅実な走りを示し、と、チギマロニエカップで横山のリヒを背に、重傷6勝目を挙げ、年末の兵庫ゴールドトロフィーでも、単勝1.4倍と人気を集めたシーキング座台や、追い詰め0.1秒差の3着に入選して、古豪健在をアピールした。しかし、 結果的には、と、シギマロニエカップ優勝が、ノボトリューにとって、最後の勝利となってしまった。この年は、G1 競争の川崎記念から指導して、結果は4着であった。続く、フェブラリーステークスではさすがに衰えを隠せずに14着に、敗れたが、得意の地方交流重賞では、黒船賞2着、柿ツ記念2着、先玉杯4着。 北海道スプリントカップ2着、クラスターカップ4着と奮闘し、東京サカズ着を挟んで出走した JBC スプリントでも、キューバレーで言うと10歳という恒例ながらブルーンコルドの3着に検討した。しかし、結果としては前線するも勝ち切ることのできなかった1年であり、勝ち星を挙げることなく1年を終えたのは、ノボトゥルーにとっては初めてのことであった。これまで、 大きな事故もなく、走り続けてきたのボトゥルーであったが、2006年5月かきつばた、記念7着後に骨折していることが判明、10月には戦線に復帰するも、これまで構想を見せてきた地方交流重賞でも上位進出が難しくなり、これ以降は掲示板に乗ることができなくなった。12歳となった2008年は2005年のフェブラリーステークス以来3年ぶりとなる。 中央競馬の主催レースである、ガーネットステークスに出走したが13着に敗れた。さらに続けて、ネギシステークス、フェブラリーステークスにも出走したが、それぞれ7着14着と敗れ、フェブラリーステークス後の2月27日に競争馬登録を抹消して競争馬を引退した。ノボトゥルーは2001年1月29日のネギシステークスから、 引退レースとなった2008年2月24日のフェブラリーステークスまで63戦連続で重症競争ばかりに出走したが、これは連続重症出走数としては日本最多記録である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。